かな。うん、いい感じ。こんな感じでどうぞ。これで隠し味は、してたんですけど、緊張した。お疲れ様、ルルアちゃん。さすがは私の弟子ね。あの後ちょっと考えてみたんだけど、私の生きる意味はこれかなって。氷爆弾ですか？ううん、思い、みんなの思いを背負って生きていくこと。錬金術をいろんな人の役に立てられるよう、まっすぐに。それ、思いを背負って生きていく。ああ、なるほど。ああ、ごめんね、なんか漠然としてて。こんなんじゃ参考にならないよね。ああ、そんなことないです。やっぱりメルルさんはすごいや。尊敬しちゃいます。え、そう？なんか照れちゃうな。まあ、私も生きる意味なんて考えたことなかったし、ルルアちゃんもいつかわかるよ。だから焦らずじっくりと、がむしゃらにね。はい、ありがとうございます、メルルさん。じっくり考えてみますね。うん、それがいいと思うよ。それじゃあまたね、ルルアちゃん。はい、また。さーて、どこに行こうかな。あれ、あれ、おか
しいな、見つからない。まさかどこかに落とした。いや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 、あれ、イエルチェさんが慌ててる。あ、もしかして。イエルチェさん、ひょっとして落とし物ですか。あ、ルルアちゃん。そう、そうなんだよ、ロケットを落としちゃって。どこで落としたかな。宿から出た時にはあったんだけど。あの、そのロケットってこれですか。え、そう、それ、ルルアちゃん拾ってくれたの。はい、ルルアちゃんさすが、すごい、大好きよ。すごい喜びよ。すごい大事なものなんですね。うん、多分もう見たと思うけど、このロケットには写し絵が入っててね。これ、いなくなっちゃった私のお兄ちゃんなんだ。あ、いなくなっちゃった。うん、俺は最強の冒険者になるって言って、それっきり。実はさ、私が冒険者を追うようになったのもお兄ちゃんがきっかけなんだよね。お兄ちゃんはきっとすごい冒険者になってる。なら、すごい冒険者を追っていけば、いつかきっとお兄さんに会える。うん、私はそう信じてる。まあ、いつの間にかすごい冒険者を追うこと自体が目的になっちゃってるけどね。お兄ちゃん、今頃元気にしてるのかな。大丈夫です、大丈夫ですよ、きっと。お兄さんは最強の冒険者になるって言ったんでしょ。だったら多分今も最強を目指してどこかで頑張っているはずです。ルルアちゃん。そっか、そうだよね。ありがとう、なんか元気が出てきたよ。よし、これからも頑張らなくちゃね。はい、その息です。応援してますよ、イエルチェさん。さて、ルルアちゃんにこれをあげよう。あ、もらっちゃっていいんですか。もちろん、ロケットを拾ってくれたお礼だよ。それじゃあまたね。イエルチェさん、お兄さんと離れ離れなのは辛いよね。お兄さん、早く見つかるといいんだけど。よし、出かけよう。何を作ろうかな。どれを作ろうか、どれがいいかな。
かな。これで平気。ここがポイント。せーの。失敗した。これでいっぱい。一段落。どれを作ろっか。ビビッとくるのは、
くいってるね。おっちゃん、こんな感じで、これでここがポイント。See you。
どうかな。新版の赴くままに。よし、ここでいいな。ああ、構わん。では、ルルア君。はい、立ち会いやらせていただきます。ああ、ルルア、合図を頼む。うん。心配はない。手加減はした。手加減だと？オーレル、君の技は大したものだ。その年でそこまで磨き上げたのは立派というほかない。だが君の剣には信念が足りない。何のための剣なのか、その道が感じられない。それでは最強の剣士の座を渡すわけにはいかんな。叶わなかった。僕の全力をいともたやすく。それに手加減だと？シクショー。オーレル、大丈夫だよ。ほら、今回はたまたまだって。だから次はきっと。放っておいてくれ。どこへ行くのか。油断だけはしないようにな。いやー、とってものどかなところだね。それ。いかにか。
充完了。何を作ろうかな。どれがいいかな。
ていけそうかな。マグマンドリアンって知ってるか？マグマンドリアン？いえ、聞いたことないですね。そっか。火山地帯で採れる珍しい果物なんだけどな。まずくっせえんだ。匂いは硫黄そのもの。とにかくくせえ。それに熱い。常に熱を放ってやがって、加工には苦労する。でもその分甘え。とにかくめちゃくちゃ甘くてうめえんだ。甘くてうめえ。食べてみたい。だろう。まあもし火山の方に行くことがあれば探してみるんだな。はい、ありがとうございます。紹介するようにします。ルルアちゃんならこなせるよね。もちろん報酬も他の依頼よりもいいものが多いから、ぜひたくさん受けてくれると嬉しいな。ルルアちゃん、これからも頑張ってね。どの依頼を？
ルルアちゃん。それじゃ早速見せてくれる？うん、はい、これ。ふむ、見た目はいいね。じゃあ味は？ドキドキ。襲われてよかったよ、ルルアちゃん。ごめんね。確かに今までちゃんと教えたことをなかったかも。でもそれには理由があって。理由？うん、あのね、私よく言われるの、錬金術を教えるの下手っぴだって。私は精一杯教えてるつもりなんだけど、なんかところどころわからない場所があるらしくて。うん、なんでなんだろう。わかりやすいように擬音で教えてるのに。ごめんお母さん、実は私もわかんないとこあった。やっぱり私教えるの下手なのかな。ごめんね、ルルアちゃん。ダメなお母さんでごめんね。イジ。ああ、そんなことない、そんなことないから。お母さんは私の自慢のお母さんだから、元気出してお母さん。よし、出かけよう。今日
ルルア君、今日も元気そうだな。はい、元気が一番の取り柄ですから。ところでステルクさん、前私のアトリエにいらした時、聞きたいことがあるって言ってましたよね。あれってどんなことなんですか？何でも答えちゃいますよ。ん？そうか、そうか、うん。とりあえずこれを君に。あ、お菓子。ん？もらっておきますけど、これが何か？いや、うん。それはその直接どころか全く関係ないのだが、うん。そういえば今日は用事が、また日を改めて。絶対嘘でしょ。もうステルクさん、聞きたいことがあるならはっきり言ってください。そうか。では単刀直入に聞くとしよう。気分を害したら申し訳ないのだが、その君は本当にロロナ君の娘なのか？はい。いや、そのいつの間にやら、一体誰のやら、いろいろと気になってしまって。ただロロナ君に聞くわけにもいかず、いや君に聞くのも悪いのだが、うん、なんだ、そのことですか。だったら、はい、私はロロナお母さんの娘です。でも血はつながってなくて、わかりやすく言うと養子ですね。養子？そうか、そうだったのか。なるほど、ルルア君、本当にすまない、言いづらいことを尋ねてしまって。いえいえ、そんなことないですよ。気になるのは仕方ないと思いますし。けどステルクさん、それを聞くのにあんなにドギマギするってことは、もしかしてお母さんに気が？ない、そんなことはない、そんなことは断じてないぞ。あ、警備団の集会の時間だな。それではルルア君、失礼する。またな。お、ありゃつぼしかな。うーん、そうなんだ。しっこし。ステルクさんって結構表情がコロコロ変わるんだね。実はとっても面白い人なのかも。もっと仲良くなりたいな。これで。鳥取さん、のし酒作ってきました。お疲れ様。出来はどう？くさ、ミミちゃん飲んじゃってよ。なんで私が？作ってこいって言ったのはあなたでしょ。まあそれはそうだけど、でもほら、私よりミミちゃんの方がお酒強いし。そういう問題じゃない。ほら、作らせたなら自分で責任を持って。ごめんごめん、まったくもうミミちゃんから。はいはい、悪うございました。ほら、ちゃんと話してあげなさいよ、あなたの生きる意味。そうだね。ルルアちゃん、
私がもともとお母さんを探して旅してたのは知ってる？はい。あの頃はそれが生きる意味だったと思うんだ。お母さんを探すってことが私の生きる意味だった。でもお母さんが見つかって、今は錬金術を世界に広めることが私の生きる意味。つまりはそういうことだよ。どういうことですか？生きる意味っていうのはその時々で変わるものなんじゃないかな。言い換えれば、多分今ルルアちゃんが一番やりたいことこそが生きる意味。私が一番やりたいことが、なるほど。うん、だからあんまり深く考えなくていいと思うよ。ルルアちゃんがやりたいことを自由にやればいい。それがきっと生きるってことだからね。ありがとうございます、トトリさん。とっても参考になりました。それならよかった。それじゃあこれからも頑張ってね。はい。でもつかぬことをお伺いするんですけど、そのお話と虫酒、何か関係ありました？うん、昔虫酒を作るために頑張ってた時期があって、つまり虫酒が生きる意味だったことがあるの。というわけだから、虫酒は私の思い出の道具。ごめんね、ルルア。この子しっかりしているようでいろいろ抜けてるの。そんなことないよ。まったく、ミミちゃんたら。じゃない、ほらミミちゃん、忘れないうちに虫酒飲んじゃってよ。ほら、ういっと。あなたはまた蒸し返して。いやよ、あなたが飲みなさいよ。さあ一気に。二人ともとっても仲がいいんですね。それじゃあ失礼します。よし、出かけよう。お疲れ様、ルルア。みんなから話は聞けたかしら？うん、みんなそれぞれの生きる意味を持ってるんだなって。まあお母さんからは教えてもらえなかったけど。そうだったの。それでどう？ルルア、あなた自身の生きる意味見つかった？うん、なんとなくではあるけどね。多分生きる意味って一つに決められるものじゃないんだ。だから今私が生きる意味は錬金術を頑張ること。それに決定。ずいぶんとシンプルな答えね。でもそれでいいんじゃない？単純に、純粋に、まっすぐに、そうあった方がきっとルルアらしいわよ。なんだかちょっとバカにされてない？いいえ、してないわよ。私がルルアのことバカにするわけないでしょ。うそくさーい。まあいいや、悩みもなくなったし、改めてフェルスガラクセンの奥に行く方法を。あら、もしかしてまたリドルが？うん、そうみたい。なになに？リントシトーネからの質問。考えるのが苦手な私だけど、
あの時は相当頭を悩ませてた。でもトトリさんやメレルさん、そしてお母さん、偉大な先輩たちの思いに触れて導いた自分なりの答え、それは答えは一つじゃないってこと。今やれることを精一杯やり遂げる。今までやってきたことと何も変わらない。頑張って日々を生きるだけ。ただとりあえずの答えを出して安心したのもつかの間、このあと私はリドルに浮かんだ文章にとても大きな衝撃を受けることになる。とはいえこれは答えの章。私の生きる意味をおぼろげでも見出した時。倒壊しアーケリスに甚大な被害を及ぼすって本当？そんなこと十分あり得るわ。フェルスガラクセンは私のせいで満足なメンテナンスを受けていない状態。最深部にある制御装置の劣化が進んでいるならガラクセン全体が倒壊することは考えられうる。まずは内部の状況を確認してみないことには。ってことは私の出番だね。いろいろあってずいぶん待たせちゃったけど、スティアのことを今度こそフェルスガラクセンの奥まで連れて行ってみせるよ。ルルア、そうとなったら大急ぎでリドルの解読を済ませないと。スティアのためにもアーケリスのためにも、あとちょっと。